取引を行いましょう。毛利さんの飛び地を攻め込んでいきます。出陣する。この志必ずや果たしてみせようぞ。方位で74日、この日数ですとちょっと一気起きそうな気もしますね。出世のためわしは負けられんのじゃ。野戦も出てきてくれたので今日19日ですね。この志決して砕けはしない。この城もらい受ける。上祖壁さんは野戦速記の意思です。後に続け。あれ武将一人出しましたが速記だったんですね。参ります。次は3人いたことを覚えておきます。今回は朝廷にお金あげますか。余裕あるので。大友さん、毛利に攻め込んでくるのね。一応大友さんの味方についてみますか。この城もらい受ける。武将3人いたけど速ピロですか。たまにこういうことあるんですよね。残存兵数との兼ね合いだとは思います。口ほどにもないの。では、大友さんに毛利取られるのの尺に変わるのでマラソン勝負します。大友さんは18日、こちらは15日、こっちの方が先に着くので大友さんには取られませんね。攻め込め。騙し抜く、勝ち抜く、それが乱世の正道よ。撃って出てきてくれたので多少は緩和ですね。毛利さんの攻める場所がもうないので帰らせます。戦場が狭く準剣女パワーで2倍兵力差で戦えますので準剣女とだけ戦いがありましたね。行くぞ。上祖壁さんはもう囲ったので横取りされる心配はなくなりました。勝利の光が我が道を照らしている。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。参ります。野戦出てきてくれる上祖壁さんは何考えているんでしょうか。交渉付きの方位65日、失敗すると75日かかるってことですが、交渉して時短はしておきたいので交渉します。方位34日、交渉付きですね。30日切った後に交渉すると待機時間なしで即交渉できるので後で交渉します。強行40日、意外と短いですね。交渉付き方位58日、もう毛利さんは負け認めてるってことですね。志半ば。報告します。先月の収支です。あと3日くらい待たないと意味ないか。取引を行いましょう。あとどのくらいでクリアですか。感覚的には今は30くらいのわずなのでもうすぐじゃないですか。使いの者が来たようです。通商か。結びたくはないんですけどとりあえず通商くらいは結んであげときますか。影勝うざいな。潰されちゃいましたか。参ります。これでもくらえ。
お、即交渉になってますね。交渉します。相性がいい黒田官兵衛に任せてみます。全面解放58でいきます。解放できましたね。立花狩なら、さすが黒田さん。打ち砕くのみ。とりあえず、毛利殲滅はできそうなので、一旦帰らせます。お、ノッツー相性いいじゃない、任せたよ。高虎、お前裏切ったやつじゃないか。やっぱり裏切ったところへ戻る気はないのか。三成さん、頑張ってくれ。時間稼ぎかよ、ひどいな。強行64日。征夷大将軍になれたということは、もうすぐクリアですね。準賢者パワーで勝ちは揺るぎません。もらいました。これぞ我が武、我が力よ。制圧しているお城見た感じ、この戦争でクリアはできなさそうですね。九州もちょっとだけ取った後に、クリアできるのかな。志、果たせぬか。報告いたします。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。京都影さんもあと一個のお城で終わりですね。片付けない。賀茂氏里は、毛用がないので帰らせ、次の戦に備えさせます。もう一丁、行ってこい、影勝を倒し切りましょう。出陣するぞ。もう終わりか。毛利さんも、もう残すところあと2つですね。我が志、必ずや果たさん。もう終わりか。口ほどにもないの。毛利さんはあと、飛び違ったところで終わりですね。報告いたします。とっておき、見せてあげる。上杉とは戦争が半年経過しましたし、倒せないので講和しておきます。一歩前手に出るんですね。わかります。取引を行いましょう。かしこまりました。取り計らいます。風林火山、わしの戦を見せてやろう。だが、楽な戦であったな。長宗壁さんを滅ぼせました。長宗壁さん強く、普通に使えそうな武将結構多いのでいいですね。大友と島津、大友がやはり差し込まれてますね。毛利は残すところあと一つのお城、時間の問題です。お味方が捕らえられました。影勝強いな。
講は送っておいてよかったかも。我が野望、何人たりとも止められぬ。毛利も滅ぼせました。毛利軍も強い武将いますね。これは最終戦争に向けて良い補充です。先月の終始だ。